こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。引き続きですね、大学通信オンラインの入学志願者速報、ほぼ確定している数字だと思いますので、こちらを見ながら大学受験、今年の入試の振り返りをしていく、雑談動画です。今回取り上げるのは早稲田と慶応を取り上げてみようかなと思います。でこちらはですね、逆に話すことあんまりないんですよね。というのがですね、今画面に表示されているのが早稲田の志願者数、なんですが、見てみると、合計で98.4% ということで、しっかりと、昨年並みの、志願者を、集めているのかな。当然、年度ごとで多少のブレはあると思うので、100いってないからどうこうというつもりは全くないですし、学部によってもですね、その年その年によって、こっちの学部が人気があったり、あっちの学部が人気が下がったりというのは、当然、起こりうることだと思いますので、そんなもんかなというところで、去年並みの志願者数を集めたというのが早稲田ということになります。で、取り立てて、極端に減らしている、あるいは極端に増えているところもなあまり見かけないんですけれども、法学部の一般というところが 90.9%、 1割減らしちゃったねというところが、目につくといえば目につくところなのかなというところではあります。あとは下げてても 95% ぐらいの人間科学科、共通テストのみっていうのが今画面に表示されていますけれども、この辺だよね。で、上げていてもですね、スポーツのこの 133%、共通テストプラス競技歴というところですが、が増えているよねというところで、大きなブレといっても大きなブレはなく、早稲田はしっかり志願者を集めたよねということが言えると思います。で、ただなんですけれども、この共通テスト利用のところですね、文化構想で 96.5%、文学部で 94.8% で、人間科学部は増えている方向で 107%、 スポカも 101% なんですね。で、社会学が、共通テストで 104%で、増えてるところは法学部も政経も増えているというところなんですが、もしかしたらこの減っているところが協定利用に偏っているようだと、共通テストがセンターに比べて点数が取りづらくなったよねということで、共通テスト利用での受験というのが控えられているのかなというところで、見てみたんですけれども、一概にそれも言えそうもないですし、難関、一番の最難関と言われている政治経済のところでも、しっかりと、募集じゃないですね、志願者数を集めていますので、早稲田大きな波はなかったのかなというふうに捉えています。で、戻って慶応ですけれども、慶応がどんな形かというと、合計で 100%、ほぼちょうどですよね、 100.5% ということです。で、慶応は協定利用、やってませんので、こちらは一般入試だけということになるんですかね。で、一般ばかり並んでいますけれども、環境情報の 88%、 これが一番、人数を減らしてしまったところなのかなというところではありますけれども、経済の112% を筆頭にですね、どっかが上がった分どっかが下がってるよねというだけで、行ってこいの 100% という状況です。ですので、最難関といって私立最難関と言われている早慶のところでは、大きな動きはなかったというのが、今年の入試ということになりますので、来年も早慶あたりは同じぐらいの志願者数で、同じぐらいの倍率で、同じような形で競争が行われて、で同じように上から、合格、下から不合格ということになるというのが、来年もきっとそうだよねという予想に、なるんじゃないのかなというふうに思っています。ですので、今回取り上げた、早慶については、あまり面白い話はないのかな。前回取り上げた日大が、大きく減らしていたので、あれに匹敵するような、激震というのは、他の大学どこを取ってもないんだろうと思いますけれども、特に、今回取り上げた早慶は安泰ということになるようです。ではこの動画のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。